皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。ダウンロードコンテンツ第1弾配信が6月17日の夜からということで、となるとソード釜の図鑑はそこまでに埋めないといけません。やばい現在350匹なので残り50匹います。で、調べてみたところなんですけど、シールド側限定のポケモンも結構いるんですけど、まだソード側でも出るポケモンだったりとか、ソード限定ポケモン系も捕まってない子が結構いたので、今回はできるだけね、図鑑を埋めていきたいと思います。くぼ地に今日は多分なんですけど、イノムーがいる気がする。どこ、ジャラランがいた。持ってるんだけど、ここで出てきたのが欲しかったのさ、木箱の瞳で取ったんですよ、ほら、ジャラランが取りました、私。でもね、ここで出てくるの知ってたので、ここで欲しかったんですけど、なかなかね、この雪の天気になかったんですよね。吹雪とかはあるのに、雪がここ、そのね、欲しかった時期に少なくて、一回逃がしたら2週間来なかったので諦めて出しに行ったんですが、まさか今日出会えるとは。あ、びっくりした。いやいや違う、そんなこと言ってる場合じゃないんだった。イノム探さなきゃ。イノム、わかった。雪だからランダムエンカウントみたいです。ってことは当たりに行かなきゃ。行きましょう。来たー、よかった。峰内ジャラランガにしてみました。そういえば、とりあえずクイックボールかな。クイック、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 ない、あれ、なくなったかもしれない。最後のクイックだったかな。いや、ちゃんと確認すればよかったですね。とりあえず峰内です。効かない、急所に当たってるのに。まあ、ちょっとゆっくりやっていこうと思います。ジャラランか。速さはあるからこれだけ打ってもらって、で、ごめんね、2回も倒してしまってる。もうそしたら、ソーナンスを出しといて、ハイパーボール投げます。多分もう大丈夫だと思う、ここまでくれば。ありがとう回復しに行こう。いや、ジャラランが頑張ってくれましたね。でも確実に私が悪かったから、クイックボールとあとは回復と行ってこようと思います。イノム、イノシシポケモン、氷地面タイプ。相手めがけて突進するとき背中の体毛が逆立つ。音にものすごく敏感。じゃ、ジャラランがシャラシャラしてたから出てきてくれたのかな、なんていうことにしておこうと思います。とりあえず、退避しよう。いや、クイックボール多く買っておいたと思っていたんだけど、だいぶ捕まえたからなくなってましたかね。もしかして、私が通り過ぎてるだけな気もしなくもないんですけど。わかんないや。いや、準備って万端にしないと、まずいですね。あ、こっちじゃなかった。クイック。あ、やっぱりゼロか。じゃあまた50個ほどね、変えます。残り50匹なので。これ全部、そのままストレートに捕まえられたらいいんですけどね。そういうことにはならないので、また買いに来ないといけないのは、わかります。じゃあ、ついでに今日のくじもしていきますか。どうも。
今日のくじ、さあどうでしょうか。カズレだよ、残念。いやー、やらかしましたね。まさかキックボールをなくしてしまうとは思わなかったです。で、ワールドエリアに今あのイベントの図出てる状態なんですけど、とりあえず図鑑先に埋めないことにはなんともなので、まあ、あの巨大マックスポケモン系の子たちはもう捕まえてるので、それ以外ですね。今残り349匹です。あ、残り349、違うね、図鑑登録が今351匹になりました。で、ブラッキーもいなくって、今日の天気だとこの子だったので寄り道です。わー、やっぱりクイックボールだな、ありがとうございます。はい、で本当に天気に恵まれてないんですよね、残念なことに。本当に残念なことに天気に恵まれていない。はい、ブラッキー月光ポケモン、ソード側の図鑑です。怒ると全身の毛穴から毒素の混じった汗を吹き出し、相手の目を狙う。ブワーって汗が出るらしい。あ、手持ちに入って大丈夫かな。レベル上げて進化させます。効率的に埋めたいけれどっていう感じですよね。さすがに化石の鳥だけしか出てないとは思ってなかったです。はい、実はいなかったテッカニンです。テッカニン忍びポケモン、鳴き声を聞き続けると頭痛が止まらなくなる、見えないほどの速さで動く。影分身を覚えたい。まあまあそのままにしておきなよ。嫌な音はもう大丈夫だよ、ごめんね。連続切り申し訳ない。あれ、あれ、ヌキニーは、はっ、モンスターボールないってこと？な気がする。あ、なんかモンスターボールない気がする。ハイパーボールしかさっきなかったかも。あー、ないなんてことが今までなかったから確認しなかったです。やらかしましたね、これ。もうしょうがないです、これはやらかしてる。やっちゃった、間違えた。焦るとまずいですね。ではまずは、やっぱないね、のんき。はい、いいよね。まあ、1個持ってればいいよね、あと怪しい。宝石使ったことないけどいるのかな。満腹はちょっと1個持ってきますね。ゴンベは持ってるからカビゴンに使うことはないと思うんですけど、なんか他のポケモンでもいるんだったかなとど忘れしているので、今日本当にまずい。間違えばっかりしてる。あとは犬だけ。あ、来た。かわいいね。ゴチム、はい、ゴチム陽子ポケモン。まだまだ赤ちゃんだけれど、リボンに似た触覚に溜めたサイコパワーで戦うこともある。まだまだ赤ちゃんだけど戦える、すごいね。早いな、すぐ大人になるんだよきっと。きっとって言ってきますね。どうかな、ポチムでも長かったからなって思ったら、
そんな大差ないですね、生まれるの。来たー、そんなの。はい、ほからかポケモン、そうなの。大勢の仲間と行動するおしくらまんじゅうで我慢強い根性を鍛えるのだ。あー、来た。マネネ。はい、マイムポケモンマネネ、見るものすべての真似をする。バリコールの可憐なステップをひたすら真似して練習する。きた。ヌメラ。はい、ヌメラ、軟体ポケモン。体のほとんどが水分、乾燥すると干からびてしまう最弱のドラゴンポケモンである。ですが進化するとってやつだね。はい、これで手持ちの卵が全部終わりました。そして図鑑はというと357になりました。着々と進んでいてとは言えない感じに今日なってしまってたので、次回、次はね、ここから進める分に関しては、なんとかしっかり400匹までスムーズに持っていきたいなと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!